細野京平は日本の実業家。国際協力銀行を経て、ドリームインキュベータの代表取締役 c 様 o ベトナム駐在時代は、投資先のベトナムの上場会社の社長を務め、品種の企業の再生という修羅場をくぐった経験を持つ、アジア通り。略歴、1973年4月、岐阜県生まれ。県立岐阜高校卒業。 1992年4月から1996年3月、東京大学スラブ語スラブ文学科1998年8月から1999年8月、サンクトペテルブルク大学留学1999年8月から2000年6月、米国ミシガン州立大学公共政策大学院、第47回日米学生会議の実行委員長、 日米学生会議時代には、宮沢喜一元首相、岡本幸義、日米の学生約50名と共に、伊洋島を訪問する。1996年4月から2005年6月、海外経済協力基金、旧ソ連の中央アジアを担当。キルギスの赤 F 大統領をはじめとする中央アジアの、閣僚クラスとの親交を深める。スケジュール交渉を担当していた時代は、 インドネシアやミャンマー等のアジア諸国との債務リスケジュール交渉を担当。2005年10月から現在ドリームインキュベータ。2005から2010年日本国内で大企業向けのコンサルティングベンチャー投資。2010から2017年 DI ベトナム社長2018日本に帰任。投資チーム担当の執行役員2019年6月 取締役就任、2020年6月、代表取締役 CO を就任ベトナムの医療機器卸しの上場会社の社長ドリームインキュベータが運営する DI、アジア産業ファンドの投資先であるジャパンベトナムメディカルインストゥルメンツ社のベトナム人社長が急遽公安に逮捕されたため、当時 DI ベトナムの社長だった細野が、急遽ピンチヒッターとして同社の社長に就任。 ベトナムの上場会社の社長を務めた唯一の日本人となる。その後、社長は尻属が DI ベトナムのベトナム人社員を同社の再生のために送り込み、品種の状態だった同社の経営を再建する。主な連載、細野恭平のプロフィールやブプレス。ありがとうございます。